紀元前一世紀頃のアウルソイの位置。アウルソイは、かつて、カスピ海の西部に存在した、サルマ体系遊牧民族。アウルシ、アウルシーとも言い、紀元前一世紀に、その存在が確認されている。また、中国史書に出てくる、イオリサイは、その転写であると思われる。ドン川流域アウルソイの居住地はストラボンが、地理史に記すように、マイオティスコと、 カスピア海の間の地方であり、現在のロシア連邦南部連邦管区にあたる。また、この地方に住む所属として、ナビアノイ、パンクサノイ両族、続いて、すでにシラケス、アオルソイ両族系の所属がいる。とあり、アオルソイ族はタナイス川流域に住み、シラケス族はアカルデオス川流域に住む。とあることから、アオルソイは、現在のドン川流域に住んでいたことがわかる。 ボスポロス王国の位置。ポントス・ボスポロス王のパルナケスがローマと戦うことになったため、シラケス王のアベアコスは、騎兵2万、アオルソ王のスパディネスは20万、コーチアオルソ遺族は、さらにそれ以上の騎兵を送って従軍させた。ボスポロス王国のミトリダーテスは、王位を弟のコチュスに奪われて、以来、各地をさまよっていたが、ボスポロス王国から、ローマの将軍、 ディーリウスとその政兵が撤退し、王国には、コチュストローマキシ、ユーリウス・アクイラの率いる、少数の援軍しか残っていないことを知った。ミトリダーテスは二人の指揮者を見くびって、部族を先導して、離反を促し、軍勢を集めて、ダンダリ家族の王を放逐し、その王国を小中に収めた。これを聞いたアクイラとコチュスは、自分らだけの手勢に自信が持てなかったため、 アウルシー族の強力な支配者であったエウノネスに施設を送り同盟条約を結んだ。両軍は合同して渋滞を作り進軍を開始した。全部と交尾はアウルシー族が中央はローマの援軍とローマ風に装備したボスポロスの部族が固める。こうした体系で敵を撃退しながらダンダリカ王国の首を鎖座に達した。すでに ミトリダーテスがこの町を放棄していたため、ローマ軍は予備隊を残して監視することにした。ついでシラキー族の領地に侵入し、パンダ川を渡り、首ゆウ薄ペを包囲した。この町は丘に建てられ、城壁や堀で守られていたが、城壁は石ではなく、竜細工や枝細工を積み重ねたものに土を詰めただけのものであったため、突破するのにさほど時間がかからなかった。包囲軍は、 壁より高い牢を築き、そこから、松明や槍を投げ込み、敵を混乱に陥れた。翌日、薄ペの町は施設を送ってきて、自由民に命を保障してくれと嘆願し、奴隷を1万人提供しようとした。ローマ軍はこの申し出を断り、殺戮の号令を下した。薄ペの町民の壊滅は、付近の人々を恐怖のどん底に陥れた。シラキー族の王、 ゾルシーネスは、ミトリダーテスの絶対絶命を救ってやろうか、それとも、フソデンライの王位を維持しようかと、長い間考えあぐねた。ついに自分の部族の利益が勝って、人質を提供し、カエサルの像のもとにひれ伏した。こうして、ローマ軍はタナイス川を出発して、以来、3日間の行軍で一滴の血も失わずに、勝利を勝ち取ることができた。 しかしその木と海を寄港していた、幾層下の船が、タウリー族の海岸に打ち上げられ、その蛮族に包囲され、援軍隊長とその兵がたくさん殺された。ミトリダーテスは、自分の軍隊を少しも頼れなくなり、アウルシー族のエウノーネスに寄ろうとした。ミトリダーテスは、服装も外見も現在の境遇にできるだけ、見つかわしく工夫し、エウノーネスの王宮に赴いた。 エウノーネスは、生命を馳せた、この人の運命の変わり方と、そして今も、なお尊厳を失わぬ愛想にひどく心を動かされた。そして嘆願者の気持ちを慰め、ローマの恩赦を乞うために、アウルシー族とその王の誠意を選んだことに感謝した。早速、エウノーネスは、施設と次のような文書をカエサルのところへ送った。 ローマの最高司令官だと偉大な民族の王たちの友情は、まず地位の総字から生まれている。ヨとクラウディウスはその上に勝利を分け合っている。戦争が御社で終わるときはいつも、その終結は輝かしい。このようにして、征服されたゾルシーネスは何も剥奪されなかった。なるほどミトリダウテスはさらに厳しい罰に値する。彼のため権力や、王位の復活を願うのではない。 ただ、彼を、外戦式に引き出したり、残首で懲らしめたりしないようにと願うだけである。ストラボンは、アオルソイの他に、コーチ、アオルソイという部族がいることを記している。このように、コーチ、アオルソイは、カスピ海の西岸一帯から、カフカース山脈までを領有していたと思われる。紀元前一世紀の西域諸国と、イオリサイの位置。イオリサイとは、 中国支所に出てくる遊牧国家でアラル海あたりにいたとされる。以下は四季大園列伝及び関所再域伝の抜粋。ここにある北海が現在のアラル海だとすればカスピ海の西側にいたアオルソイはアラル海までを漁していたことになる。また、イオリイ国は後にアーラン両国と改名したらしく五漢所祭域伝にはとあり、さらに 三国史からすま千筆東殿に、いおり祭国一名アランとあることから、後のアラン人と同じか、もしくはアラン人によって征服されたものと思われる。ありがとうございます。